ノリに乗っている K-POP にマツコが物申す。例えるならば日本の芸能界は、まあ、草野球レベル、韓国の芸能界はプロ野球レベル。あ、ちょっと待って、これちょっとね、私全然納得できないのが、言って言って、結局は私ね、K-POP とか見てると、はいはい、アメリカのパクリにしか見えない。そうです、なるほど。で、世界で通用するってさっきからずっと言ってるけど、うん、その世界っていうのはどこを指してるのっていうね、はい、いやちょっと待ってよ、だからアジアの同じような顔したところでアメリカの模倣品をやってキャーキャー言われるのが世界の市場だと思われてるんでしたらそれで結構ですけれども、米国の市場に今 K-POP は上陸したんですよ。上陸しただけでしょ。そのこれが証拠にビルボードのランクにK-POP のランクが出てるんです。アメリカをトレースしようかしまいか関係なしにして J-POP はそこまですら行けてない。てか行こうとしてないもん。それは何、アメリカで評価されることが全てなの、あなたたちは。全てではなくて K-POP チャートがビルボードで出ることが成功なの。ちょっと待って、マツコさん、そしたら、今日本がレディーガーガーにめっちゃハマってるんじゃないですか、それはのどういうことなんですか。いや、いいじゃない。だからあんたたちの国のやつもちゃんと受け入れてやってんじゃないのよ。だから全てさ、それでいいじゃないのよ。なんて素敵